こんにちは。今回は、ませんでした。まだ、て、いません。を使って、過去と完了の区別を一緒に勉強したいと思います。じゃあ、始めましょう。こちらを見てください。うん。今、美味しそうなものがありますね。ランチでしょうかね。うん。まず、午後6時です。いいですか午後6時。夕方ですね。ちょっと夜になっていますね。そう。 佐藤さんが聞きます。うん。昼ごはん食べましたか昼ごはんを食べましたか話すときはもう昼ご飯食べましたかと言いますね。うん。この時に、もう一人いますね。うん。田中さんはこう答えます。うん。はい、食べました。いいえ、食べませんでした。と言います。うん。午後6時の時に昼ごはん食べましたか と聞きますね。ちょっと難しい言い方だと、点数ですね。竹を使っています。で、この時に、過去で答えます。うん。はい、食べました。いいえ、食べませんでした。と言います。でも、2番です。午後1時の時に、佐藤さんが同じ質問をします。昼ごはん食べましたかと聞きますね。すると、田中さんは、 きっとこう言います。はい、食べました。い,いえ、食べていません。と言いますね。あれおかしいですね。<laughs> 午後6時と午後1時だと、田中さんが家と言った時だけ違いますね。どうしてでしょうね。佐藤さんは同じ質問をしています。昼ごはん食べましたかと聞いています。で、田中さんは はい、食べましたは、午後6時でも午後1時でも一緒です。二つとも、はい、食べましたと答えますが、田中さんが家の時だけ変わります。うん。午後6時の時に、ご、昼ご飯食べましたかと聞いたら、田中さんは家、食べませんでしたと過去で答えます。でも、午後1時の時は、田中さんに、 佐藤さん、聞きますね。昼ご飯食べましたか田中さんは、いいえ、食べていませんと言います。これは官僚の用法ですね。これはあの未完了ですが、うん。それで、日本語は多分、うん。日本語の多形は過去と官僚の意味があります。またはそう考えられています。多形はの動詞の多形とはちょっと違いますね。 うん、この「食べました」とか「食べませんでした」をこの「過去」の「多形」と言っていますね。でそれ以外は「非過去です。うん。どうもこの日本語の「多形」は過去と完了の意味があるみたいでうん。それで聞いた時に答え方が違います。とても分かりにくいですね。<laughs> はい。なのでもう一つちょっと話をします。 下にパンダがいます。うん、今午後6時です。両両パンダ、私が聞きます。昼ご飯を食べましたかと聞きますね。そうすると、はい、シャンシャンパンダがいますね。シャンシャンパンダ、こう言います。はい、食べました。いいえ、食べませんでした。と言いますね。うん、これはさっきと一緒ですね。うん、で、これは 過去で答えています。さっきと一緒なんですね。でも、<laughs> 午後1時の時、両両パンダはこう言います。変えます。そう、日本語教師はこう言うんですね。もう昼ご飯を食べましたかと言います。うん、そうすると、シャンシャンパンダこう言いますね、うん。はい、もう食べました、うん。いいえ、まだです。いいえ、まだ食べていません。と言います。 そう、これが普通の日本人の会話と日本語教師の会話の違いですね。そう、日本語教師はこの点数の竹、つまり過去を使うときは食べましたかと聞きますけど、アスペクトのこの完了の用法を使うときはもう食べましたかと聞きます。で、そして答えるときは うん日本語学習者、日本語を勉強,し勉強している人ですね。その人たちは、はい、もう食べました。いいえ、まだです。いいえ、まだ食べていません。と、もうとまだの副詞を使います。これを使うと、そう、1番と2番が分かりやすいでしょ違いが分かりやすいでしょだから、このように話してもらうように練習していますね。うん、そう。 日本語教育ででは分かりにくいいので区別をしています。だから皆さん間違えないけど普通の日本人と話すときは午後6時の時に同じ質問をするから気をつけてください。うん、これが過去と完了の用法です。ちょっと難しいですけど、うん、大切ですから是非覚えてください。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。